はい、酒好きな元新潟中の飲酒動画です。今回はこちら、珍しいかな、よろしく千万あるべしという焼酎の、これ米焼酎だよねの焼酎ハイボールというアルコール度数がなんと 12%。 これすげえな、これ 12%。ゆずレモン果汁のしっかりとした酸味、アルコール度数が 12% で果汁が 2%。 ここに八海山書いてありますね。こちら八海山の、いわゆる米焼酎と、八海山で作っている、あ、日本酒のね、八海山っていう有名なね、俺が大好きな日本酒があるんですけど、それのいわゆる焼酎バージョンってことですね。原材料名が米焼酎とレモン果汁と加糖ぶどう糖液糖と蜂蜜と柚子果汁と炭酸と酸味料と香料ですね。販売者が八海醸造株式会社、新潟県の南魚沼市の会社ですね。限りなく多くの福が得られるようにと願う言葉、よろしく千万あるべし。これです。で、今日のつまみは豪勢にこちら、近くのスーパーでね、なんか焼き鳥屋さんがね、ほら、なんか駐車場とかにさ、焼き鳥屋さんが来てる場合あるじゃん。あれのパターンで、2つね、100円のやつをね、豚の、なんだっけ、何買ったんだか覚えてない。100円のね、豚のやつ、2本買いました。八海山懐かしいな。八海山は普通に、東京でもう普通に売ってるから、ね、人気あるから、ね、普通に売ってます。これはあれかな、もつだ。いただきます。うまっ。居酒屋の味だ。あとこれなんだっけ？レバー。しょっぱいのが好きなんだ。博多の塩。いただきます。うわ、 12% のチューハイって今まであったっけ。なんか高いやつあった、 10% ぐらいのあったよな。 12% であったっけ。でね、これね、確かローソンで売ってたのかな。うん、で値段が結構高かったっすよ。やっぱアルコール度数高いから多分200円ぐらいしたん、180円ぐらいしたんじゃないかな。うぅ、来るね。チューハイとは思えない。レモンです。レモン味に、米の日本酒だね。うん、日本酒の風味ですね。で、炭酸ちょっと、きついですね。えぐい、なんか日本酒の風味がえぐい。うん、八海山って結構ドライなんで、俺大好きなんですけど、
白海山とか、あと腰の乾杯とかね。日本酒の中で一番好きなのは白海山のあの普通酒です。あの吟醸とか大吟醸じゃなくて普通酒が一番うまい、俺の中で。塩もつだこれ。100円でこれ安いな。これ居酒屋の味だぞこれ。屋台のさ、スーパーの目の前のあの駐輪場とかのところに、ね、パタパタやってる。匂うんだよ。週2回ぐらい現れるんだよね、あれがね。すげえクオリティ高いなこれ。うまっ。これ居酒屋の一本一本焼いてくれてるからさ、時間かかるんだよこれ。で一回まず頼んで、でその後に俺買い物行ってきますって言って、あ、わかりましたとか言って、店のその焼き鳥屋さんが、だからできるまで5分ぐらいかかるから、5分か10分ぐらいかかるんだ。だから、こんな感じで、これうまいな。なんだこれ、うまっ。以前俺が居酒屋で居酒屋の焼き鳥ってさ、だいたい一本一本さ言われてから焼くじゃん。あれだね、あの味だね。これちょっとえぐいな。よろしく千万あるべし。まあ俺もぶっちゃけよろしく千万あるべしの焼酎飲んだことあるけど、米焼酎は俺嫌いなんだ。ああ八海山の方があのドライでうまいな。八海山って、日本酒なんだけど、かなり辛口で、それより個人的に辛口なのが、やっぱり、腰の乾杯なんですよ。うん。で、俺、基本的に日本酒の9割方嫌いなんだよ。でも、八海山と腰の乾杯だけはうまいと思って飲める。これ、なんだろうな、これ。レバー、これレバー、いや、ボンジー焼き、何噛んだか忘れた。うまい、うまい。ああ。ただこのよろしく千万あるべしは美味しくない。これこのこのよろしく千万あるべし、新潟いるとき焼酎買って飲んだけど、あんまうまくなかった。まあ俺米焼酎嫌いだからさ。うん、これもうん、なんかえぐい。えぐみがある。ちなみに東京来てから普通に八海山とかね、腰の乾杯とか売ってますからね。うん、なんか新潟限定かなと思ったんだよ。だけどね、腰の乾杯とか八海山は人気があるから、もうほぼ全国的に売られてんのかな、分からんけど、東京には売ってるんだよ普通にね。あと普通にコンビニで売ってますから。であと驚いたのが、まあ驚いたのかっていうあれが分かんないけど、俺の前言ったけど、柴田市の、まあ俺が住んでた柴田っていう市なんだけど、そこで有名な船口の
あの船口一番絞りっていう、あのなんだっけ、船口菊水の船口一番絞りっていう菊水っていう会社があるんだけど、あれ柴田の本当に俺の地元の酒造なんだけど、あの船口一番絞りっていうのが一番人気なんですよ。あれがもう全国的に売られてるんで、コンビニでね。あれはちょっと驚きましたけど、ワンカップの、あのスチール缶のワンカップのやつね、あれ結構人気なんだよ。まあちょっと嬉しい限りですけど、地元民としては嬉しい限りですね、うん。まあただ俺はうまいと、まあうまいっていうか、ちょっと甘いな。あの船口一番搾り、あの菊水のね船口一番搾りはすげえ甘みがある。なんか甘酒みたいな感じだよね。まあちょっと違うんだけどさ、度数がまあ菊水酒造っていうところあるんだけど、創業1881年創業、違う1881年創業のね、これなんだけど、まあ今ちょっとホームページに行きました。これ本当に人気だよね。船口菊水一番搾り、黄色いパッケージのやつ。まあ今度見かけたら見てみてください。コンビニ行ったら多分お冷やで売ってるわ、冷蔵庫で売ってるわ。これ生原酒って言って、いわゆる加熱処理してない、まあいわゆる生ビールなんですよ。だから常温で保管しとくと破裂します、破裂するんですよ。だから冷蔵庫に置かれてるんですよ。いつでも買えるコンビニ常連酒って書いてある。これね、確かにね、うまいって言ってる人いるの分かるよね。個人的にはこの黄色のパッケージのやつ、何種類があるんだよこれ、菊水の船口一番搾り。個人的には赤色のね、熟成ってやつがうまいかな。でその他だと、もうそもそも俺は菊水で一番好きなのが菊水の辛口ってやつ、瓶で売られてるやつなんだけど、これは多分ワンカップでは売られてないと思いますけど、この菊水の辛口ってやつがあるんだけど、これが一番菊水の中で一番うまいかなと思ってますね。で、これもちなみに、普通に多分、俺の近くの、オレンジの近くの、オレンジって言ってもこの、足立区の、ローソンで売ってましたね、これ。これは普通にうまい。で、あとは有名なんだと、冬ですね。冬に出てくる、日本酒のゴロハチっていうやつ。濁り酒。これもかなり全国的に有名だと思います。本当に甘酒のような甘みと、とろみと、あと、色が白い、すごい濁ってるやつ。これも多分普通にコンビニで売ってますね、こっちに。で、ちなみにこれワンカップあります、ね。ゴロハチはワンカップあります。これ以前飲みましたけど。これうめえよな。ゴロハチはうめえと思って飲んでるわ、俺これ。飲んだことあるわ。これワンカップ買ったことあるけど、すげえうめえよ、これ。これはうまいんだよ。アルコール度数がなんと21度。日本酒なのに21度ある。普通日本酒って15、6度でしょ。これ21度ある。これうまい。普通に。これは甘いんだけど俺好きなんだよね、これ。こういう完全に甘いやつは好きなんだよ。もう、甘いってやつ。なんか微妙なのが一番ダメだよね。
なんか一番さ、甘いのか辛いのか、なんかいいにゃんにゃんにゃん、いや、なんかどっちなんかどっちつかず、なんか多分今の時期売られてる。秋冬だけ限定の、濁り酒ゴロハチ。菊水でうめえって言ったらゴロハチか、あの菊水の辛口かのどっちかだな。これが好きだな。でもこっちでも売られてるのはすごいあれだよね、なんか誇りだよね。新潟県の柴田市民としては誇りだよね。しかもそのくせこんだけ売れてるのに、全国的に売られてるのにもかかわらず、あの柴田市のあの菊水酒造、俺行ったことあるけど車でたまに通るときある、ごくまれに大してでかくねえから、こんだけ全国販売してるのにもかかわらず大してでかくないっていう、そこまでさ全国展開してるってことはもうめちゃくちゃでかいべみたいな思うと、もう全くでかくないんですよ。大してでかくねえじゃんみたいな。あー結構来るわこれ。この2つですかね、菊水でうまいのではない。本当に菊水はね結構いろいろあるんだよね、やっぱり人気だけあって。で船口の一番絞りの中だと赤色の缶の熟成ってやつが多分一番うまいかな。うん、これはねうまいよな。黄色のやつはね、あ、すごい柴田って書いてる、ここに。お、柴田駅、柴田駅はまあなんかね閉店ガラガラって感じ。あの柴田駅はもうマジで閑散としてるわもう今は見る影もなし。こんな感じですよ。結構あるね菊水。でもやっぱ菊水で一番うめえかっつったら、まあ常普通に売ってて一番うめえって言ったら菊水の辛口だよな。あ、辛口ブームに先駆けて。戦後から高度成長期、日本酒は甘い酒がいい酒と評されていました。濃い味付けの食べ物が多く、濃厚な甘口の酒が合っていたことも事実。しかし菊水はいずれ世の中が変わり、食生活も酒の味覚も変わると考えていました。そして昭和53年、過去1978年、食文化の多様化に先駆けて菊水の辛口を発売。世の中が辛口辛口と言い始めるはるか以前のことです。確かに今は辛口ブームですから、ね、日本酒って辛口だよ。でも昔はやっぱ甘口ブームだったんだね。それも知らなかった。飲み応えのある辛口、菊水の辛口。あーやばい、菊水の辛口買いたくなってきたな。コンビニ行って買ってこようかな。マジでキリリと引き締まった味わい、冴えた辛口の中にしっかりとした旨味が乗っています。どんな料理にもよく合いますが、中でもきんぴらなどの素朴な家庭料理との相性がいいと評判。夏場は冷やで、冬は寒で、季節に合わせて幅広くお楽しみいただけます。これはあれですね、俺日本酒って絶対飲むあの時はあの冬なんですよ。日本酒ってそもそも俺嫌いだから、まあ飲まないんです。でまあ飲んでもいいかなっていう時って大体冬なんです。なんでかっていうと度数が高い、
度数が15度、16度ってなると、俺普段飲んでるのが大体、まあ、あの、ハイボールとか、まあ、焼酎のハイボールとかにして飲むが大体5度、6度、7度ぐらい。で、結構、やっぱ夏場だとハイボールとかが合うんですけど、冬になってくると寒くて、その量を飲めなくなってくる。で、量を飲まないで少量で飲むってなると、大体ウイスキーとか、になってくるわけだ。ストレートでね。で、冬はやっぱストレートウイスキーとか、ね、ストレートのウイスキーとかになるわけです。で、まあ日本酒っていう、まあ、選択肢もその中で、まあ含まれてくるかな、感じですかね。まあ、うまいですよ。ただ他の日本酒、例えば一般的に、あの、丸とか、竹鶴とか、なんていうね、竹鶴の混ぜた。なんだっけ、松竹梅とかさ、なんかそういうさ、ああいうやつあれ、一般的ななんか、日本酒っていうか、紙パウチのやつ、ああいうの絶対まずいんだよ。絶対まずいんだよねっていうか、もうまずいんですわ、実際。飲んだけど、いわゆるさ、瓶のやつね。瓶でワンパックのやつ。瓶のワンカップのやつか。ワンカップ大関とか、そういう系ダメなんだよね、ああいうの。ああいうのはマジでダメなんだ。ちなみに、この菊水の辛口っていうのは俺がおすすめするやつなんですが、こちらはアルコール度数15度。で、本醸造。まあ、本醸造っていうと、これはまあ、普通塩がちょっとランクが上のやつかな、若干。多分。どうなんだろう、これちょっと詳しくない。で、精米具合が 70%。これが出てくるんで、これね。これテストに出ますね。精米具合 70% っていうのは、じゃあどういうことかっていう話になる。よく、日本酒で、精米具合何パーセントとかっていうのが出てくるんですけど、これ精米具合っていうのはね、低いほどいいんです。これ精米具合 70% っていうのはね、70% で残り 30% でしょ。7割残してるってことなんですよ、これ。米を7割残してる。つまり、100% の米を3割削ったってことですね。これが精米具合 70% って意味。で、これが、いわゆる、大吟醸とかになってくると、精米具合 30% とかになってくる。40%、30% とかになってくる。つまり、100% の米を7割削って3割になった。これが大吟醸です。大体大吟醸って、大体っていうかほぼ 100% 大吟醸って、3割、4割とか。で、そうなってくると、まあ、米の、なんか、あるんだよね。味がやっぱ全然変わってくるんですよ。削ってる量、外側から旨味成分のある、内側まで削って、で、それだけをやってくるから。やっぱ、全然味違うんですよ。で、大吟醸とかになってくると、大体甘くなってくるんだ、味として。うん。だから俺嫌いなんだよ、大吟醸とか。俺普通酒の方が好きなんだ。精米具合7割ぐらいの方が、3割ぐらいしか削らないんで、ほとんど、結構、甘みが少ない。うん。普通酒って甘みが少ないんだよ。大吟醸とかになると甘みが増えてくる。甘みっちゅうより旨味みたいな感じ。甘みと旨味が増えてる。だから俺あんまり大吟醸とか飲まない。高いし辛口のやつが好きなんで、大吟醸飲まない。まあ皆さんもね、コンビニでね、見かけたらぜひ飲んでみてください。
これは多分普通酒だ。まあ、普通酒だね。生原酒じゃないんで、冷蔵庫には入ってないと思いますけど、多分。常温保存できる。これ、菊水の辛口は常温保存ですから、これ。普通に、あれ、常温保存でできるような。ちなみに値段が 180ml の缶の、ワンカップ。180ml のワンカップの缶のやつ、缶のワンカップ。これが、参考商売価格が240円となってますね。うん、まあ、まあ普通のあのワンカップ大関とかだと120円とかで買えるの。まあ多分それの2倍ぐらいするんで。まあ仕方ないかな。ワンカップ大関とか普通にまずいから。吐き気やす。ああいうの飲むと吐き気やするんだよ。で、一番でかいの、まあ、一番でかいのが 1.8 リットルの、まあ、一升瓶ですね。で、その他、1500ミリリットルのパウチっていうのがありますね。なんだこれ。パウチっていうと、これ、なんていうのこれ。あの、手提げカバンみたいな。ポリエステルの、ポリエステルっていうのこれ。ポリプロピレンか。の手提げカバンみたいな、こういうやつ。っていうのもありますし、720ml の瓶のやつもある。で、300ml の瓶のやつもありますね。あ、スマートパウチってこれ、あれでしょ。あの、瓶とかだと重いから、1.5 リットルで、その、軽い、ほら、焼酎とかでもあるじゃん。宝シゾンの焼酎とかでさ、パウチのやつ。で、ちゃんとこの、ひねるコックみたいなのあるね。スポーツドリンクとかに、のさ、なんか部活動とかでさ、こうやってさ、なんかさ、ドンって、なんかでかいさ、麦茶入れみたいなのあって、で、ここにコックがあって、キュッてやって、ジャーって出てくるんです。なんていうかな、薬局とかにたまに置いてるやつ。薬局とかで水道水じゃねえ、水道水サーバーじゃねえ、天然水サーバーみたいな、ああいうコックみたいなのありますね、これね。へぇー。しっかりしてるわ。で、ちなみに値段が、1.8 リットルの瓶のやつの一升瓶が1868円。で、1500ミリリットルのスマートパウチが1725円。値段的に考えるとこのパウチの方が高い。それだったら一升瓶買うわ。話よ。ああ。で、飲み頃温度がロンザロック。冷やして常温。人肌感ってなってますね。これ買ってこようかな。飲みたくなってきた、マジで。今から買ってこようかな、本当に。マジ。くっそ飲みたくなってきた。うまいんだよ、これ、本当に。マジで。で、ちなみに、菊水ってね、いわゆる普通酒もあるんですよ。普通酒。菊水の、白キャップってやつですね。これはいわゆる一番ランクが低いやつ。ランクがね、普通酒となってますね。さっきの本醸造よか、1ランク下っていうか、1ランク下ですね。普通酒の1ランク上が、本醸造なんです。まあ、いわゆるランクが一番低いやつなんですけど、これも普通にうまいんだよね。うん。ちょっと甘いけど。個人的にこの白カップの白缶っていういわゆる菊水の白っ
缶とか白キャップとかっていうのやけど、これは普通に美味しい。普通に美味しい。まあ一番値段が安いやつ。一番安いやつなんだけど、いわゆる一番安いやつって言っても、あのね、値段が 180ml の缶で186円と、さっき240円だったでしょ。だから安いんだよね。ただ186円だから、まあ200円近くするわけだ。でも一番安いって言ってもね、あの実際ね、そんなクオリティが低いかっていうとね、全然低くないんですよ。いわゆるさっき言ったあのワンカップ大関とかに比べると、あの全然クオリティがね、段違いに違いますね。あの倍か3倍ぐらい違います、これ。あの味が、あのクオリティのね、レベルがね、あの桁が違う。もはやあのワンカップ大関、個人的にまあ一つ星か二つ星なんですけど、これは菊水四つ星ぐらいですね。白缶は多分四つ星ぐらいです。もしくは三つ星です。まあ、多分うまいと思う。これ今度買ってこようか。売ってたら買ってくるけど、多分売ってねえな、これ。白缶結構レアだから。白缶はちょっとレアなんだ。これどちらかっていうと、あの、レアです。多分東京ではあんまり見かけないでしょう。これ白缶はレアです。白缶はレアです。これなんでかっていうと、白缶ってだって、船口の菊水一番搾りが売れてる中、わざわざこの白缶を発売するっていうか、東京で売る必要性がないよ。安い。で、味も多分劣化してるはずやから。菊水の船口一番搾りと比べたら絶対劣化してるんだよ。そう考えて東京までわざわざ売りに行く必要ないよ。だから売ってないと思うんだよ。結構いろいろありますよ。当然あの大吟醸とかも売ってます。純米大吟醸。まあ俺大吟醸とか吟醸とか大嫌いなんで、甘いんで嫌いなんですよ。まずい。ちょっと今から買ってくるわ。マジで。今からローソン行って買ってくるわ。船口の系あったら、船口じゃねえや、器具水系あったら買ってくるわ。じゃあ僕がちょっとパネーですね。コクがこれでもかとはありますね、これね。甘みも結構あります、ね、香りもこれでもかとはあります、どうだろう。まあこれはまずいですね。あの話飛びましたけど、全く関係ないですからね、これね。菊水酒造じゃないですから、言うて。これ、八海山だからね。菊水酒造に話にそれましたけどね。5442です。ご視聴ありがとうございました。